そして最後は F1 女子代表、ウェザーニュースキャスターの大島璃乃さん。そのガチ勢ぶりとは。大島さんは気象情報を生放送で伝える配信番組ウェザーニュースライブでキャスターを務められているんですが、番組の中で繰り広げる F1 トークが熱すぎるとも話題になっていたんですよね。大島璃乃が担当します。よろしくお願いします。ポールポジションはフェルスタッペンだけど、あとをねメルセデスが追ってくる形ということで、フェラーリどこ行った？アロンソがセーフティーカーで再スタートした時にサインツ抜いた、あのオーバーテイク、ルーキーイヤーのピアストリ乗ってきてくれると嬉しいんだなって思うんですけども、なんせマクラーレンの車が悪い。アルボンすごいのよ突然アルボンってすごいのよ。以上 F1 私的ハイライトお伝えしていきました。いやでも あれですよ、だから自分もこう取材とかで F1 の連載とかやらせていただいてて、はい、まあ、その中でもこう話題に上がったりだとか、女性で好きな人がいるっつって、ちなみに大島さんは以前タイヤの CM に出演された際に決め台詞と決めポーズができたといいですか、すいません皆さん、はい、僭越ながらやらさせていただきます。じゃあ大島マックスです。今ねマックスがそうですね向こう側で、はい、そうなんですよ、すごくこうワールドチャンピオンと縁起のいいキャッチコピーをですねつけていただきまして、ぜひ皆さんもよかったら一緒にやっていただけたりあそう、はい、していただけたりしないですか。いいですよ、やりましょうか。いいんですか。じゃあそれではいきますよ、はい、おしマックスありがとうございます。ありがとうございます。なんかイーロンマスクになんかコビ打ってるみたいな、ちょっとこれだからね、練習ね、変わりますからね。これ拳裏です、裏でした。裏ね、細かいところもあります。続いては小学生の頃から F1 に夢中だという大島さんがおすすめするレースの見方。私は父と一緒に見ることが多いので、まあ、戦略をああでもないこうでもないって言って、ちょっと言うのが好きで、いつピットインするのか、何に変えるのか、ソフトなのかハードなのかミディアムなのか、じゃあそのミディアムに変えた人が抜けるかどうか、前の人、いや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 みたいな、このでもそれは醍醐味ですよね。いやそうなんですよ、見ながら勝手にね、そうなんです、素人ながらも自分がエンジニアになったようなつもりで見るのってすごく楽しいですよね。本当に勝手なんですけど、うん、もう非常にそういったところ、いや珍しくないですか。そうですよね、僕女性で あんまりお会いしたことないです、女子系でタイヤにこだわるって人いないもんね。いないです、いないです。確かに、そうなんだ。現地に見に行ったりとかは、それがないんですよ。あ、ないん、じゃあこうやってなんかマシン目の前にするっていうのもそんなに、あ、マシンはホンダさんの本社に、ウェルカンプラザ、そうです、学校が近かったのでこう前歩いてて見る機会があったくらいですね。本当にそうなんだ。あと堂本光一さんをそもそもアイドルだって思ってなかったんです、はい、ちょい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 、どういうこと、どういうこと。多分 F1 とかの番組で知ってたんですよ、はいはい、そもそもファーストのその知ったのがきっかけがそこだったので、なんかとある日に音楽番組の特番を見てた時に歌ってるってなって、母にマジか、なんで歌ってるのって聞いたら、いやいやそれが職業なのよって、みたいな、いやこっちがいや本当に私ルクレールがフェラーリになった時に、あの赤いレーシングスーツっていうのも魅力5倍増しくらいに見えて、あの一時期大学生の時にあのピットで休んでる姿、ちょっとこう何気ないワンショットなんですけど、あまりにもかっこよすぎて待ち受けにしてました。マジなそんなそして大島さんは角田選手とはまあ同世代ということになりますけれども、どうですか、活躍する姿をご覧になって。本当に勇気をもらえるなと思っていて、こう私も結構深夜とかに出社することが多いんですけど、はい、こう時差の関係とかもあって深夜の時間帯にレーススタートみたいになるタイミングも多くあるんですけど、世界の裏側で、こう地球の裏側で世界を舞台に戦ってる
日本人の、ね、選手そして同世代の選手がいるっていうだけで私 もう勝手ながらですけど、はい、本当に頑張ろうっていうふうに思えるのですごくたくさんの勇気をもらってますね。大島さんは当時は中学生ですか？そうですね、はい、もう本当そのくらいなんですけど父がもう毎レース毎レース今日本人ドライバーの小林可夢偉選手がいてって言って洗脳されてたタイプ洗脳じゃないですけどそれどれだけすごいことかっていうのをもうあの先週それ聞いたんだけどっていうのを本当繰り返し繰り返し聞いてたので正直全然ピンときてなかったんですよ。どれだけすごいことかっていうことをそれだけすごいことなんだってやっぱり毎レース聞くことであのどん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 こう実感が湧いてきてやっぱりそんなに馴染みがなかった時にそうやって日本人の方が活躍してるのってっていうので F1 との距離も一気にこう縮まった感覚がありましたね。だから今はねもう本当にお好きで見方も結構マニアなね、うん、見方をしてると、まあ、F1 の凄さって どんどんもう今は分かってるわけじゃないですか、うん、そうするといかに可夢偉選手ですごいかってことが今は分かるわけですね。本当にそうです。だからもう今日緊張ここが一番の緊張です全然普通の人よ。いや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 話すとね、その9月はやっぱりこう年間通じても9月中旬っていうのが一番降水量が多くって100ミリを超えてしまうんですよね。でも今回は9月下旬ですけど次いで多いんですよ。90ミリ超えていて、はい、本当雨の降りやすい天気でこう記憶に残る昨年の日本グランプリだったと思うんですけどあれもこう夏の特徴的な上空で湧いて短時間でパッと降るようなゲリラ型じゃなくて、なんかこう雨雲がじわじわと拡大していく地雨型だったんですよ。でも14時スタートの前後で一気に拡大していって、まあ、スタートに踏み切っちゃったのかなっていうところがすごくあってちょっとすみません僕雇っていいですか、ね、そんな詳しくなんかやってくれるんやったら僕のレースで欲しいもんもうウェザーに関しては僕ら今ほんまにあの普通のアプリでこう雲の向きでやってるねみたいな そんなレベルですからね。大島さんはなかなかこう F1 を語れる場というのが少ないとおっしゃっていましたけれどもこの番組いかがでしたか？本当に貴重なお話をたくさん聞かせていただいて贅沢な時間でしたしなんかみんなでこんなに F1 のことをワイワイ話すのってこんなに楽しいんだっていう、そうなん、最高にもう本当心の底からシンプルに楽しい時間だったなっていうふうに感じました。